いきなり邸は、新潟県新潟市中央区に所在する、老舗の料亭。全国芽生え会連合会の新潟芽生え会に加盟。国の登録有形文化財に登録されている。地獄極楽工事創業は、江戸時代中期頃、創業約300年。かつて、現所在地の周辺まで海岸があり、ここで、浜茶屋を営んでいた。これが、いきなり邸の前身である。 その後料理屋へと姿を変え現在に至る。地域住民でも、いきなりを、いきなりと読める人はいるが、手を、矢と呼ばずに、手と呼ぶものが多い。正式名称はいきなり屋である。トレードマークは、鶴と松。1975年まで、庭に単調鶴が飼われていたこと、また庭木で最も多い種類が松であったことから、由来する。 同店の建物の脇に通る工事を隔てて、かつては新潟刑務所があったことから、この工事は地獄極楽工事と呼ばれるようになり、新潟刑務所が山に津に移転した現在もそのままの名称で呼ばれている。2000年4月28日に建造物の内表、3番の間、ことぶきの間、2番の間、9番の間、湯戸の離れ座敷、土蔵、表門、裏門、 注文及び、平の十件が、国の登録有形文化財に登録された、注釈出典。ありがとうございます。